はい、皆さんこんにちは、チェでございます。88のマイトのマジックブック1をやっていきましょう。あ、そうだ、一番ラック誰が高いんだろう。11でしょ、この人河野子この人は、あれ、この人河野9しかない。じゃあダメなんだ。うちのパーティーみんな高温度低いね。あー、ソウルがやっと2桁。あ、魔法使いかけた方がいいのか鍵なんかどうなんだろう、魔法使いにいいのかな。はい、6 おまかいな。もうこれから魔法使いさんに飽きさせましょうか。マイナーデモン、ゴール、ゾンビ、あー、また囲まれちゃったかで、スネークマイナーデーモンか。マイナーデーモン寝ないからね。でもまあゴール寝、あ、寝たわ。あ、やっぱ寝たね。ちょっと僧侶起こさないとね。で、スネークで、マイナーデーモンだね。これマイナーデーモンがとにかく厄介。ああ、痛いな。そこそこのダメージ落とされちゃった眠りに。これ痛いな。次倒れるよ、これきっと。ほら、倒れちゃった。これは勝てないかもしんないね。あー、痛いな。回復させれないかね、もう。眠りに落とされすぎだね。あ、倒せたね。なんとかなりそうだ。おお。ああ、ゴール倒したね。うん、で、あと、ああ、ゴールも起きちゃったか。寝かす、もう一度寝かしてみようか。ああ、ゾンビが寝たか。ああ、なんとかなったね。ああ、なんとかなった。ああ、いやいやだね。いっぺん、あ、来た。ああ、おい。これも予約されてんのか。おい。あ、もうこれ決まってんだ。すごいね。もうこれ決まってんだ。絶対、次は、あれされるって。うわ、これもったいないな。あー、もったいないな。どうしよう。ちょっと待ってね。これで寝たらもう一回なんのかな。あ、ワンアクション入れたらいいんだ。スタークラウトさん、もう見えてきちゃったよ。あそこで探すっていうワンアクションがあったら、要は次のアクションで必ず、あれされるっていうのが分かったね。足を受けるというか、ね。はい、稲妻だ。あー、よいしょ。なるほどね。ちょっと勉強になりました。いろいろ分かってきましたね。まあ、これもあれだね。スナップショット取れるから分かるんで、取れなかったら全滅するからね。もうその後分かんないもんね。やり直し聞かないから。さあ、じゃあね。416の、はい。これね、もうね、うちものキシーさんがレベル上がると思うんですよ。ただ、残念なのは、あれだね。残念なのは、うわ、また、奇襲だね。ただほんと残念なのは、全然アイテムが入んないね。あれからは寝ないだろうけどね。あ、眠った。でワイルドボーは寝ないね。ワイルドボー結構痛かった。あ、じゃないね、大丈夫だね。ワイルドボー、ワイルドボーを集中して攻撃しましょう。
で、浅い道じゃない、あ、ワイルド効かないか。あ、ガルガンチュアントがあれしちゃったね。祝福入れよっか。で、いや、ほんと当たんない。これも効かないんだよね。電撃の矢が効かないっていうのはちょっと辛いんだけどね。あ、そうだ、うちの魔法使いいい武器持ってんだね、そこそこね。実は。はい。で、魔法使いで100点、硫酸だーと。おー、リングメールプラス、んー怪しいなー、怪しいなー。昏睡。まず、4の2の1を昏睡の人たちに当てて、あ、リングメールプラス1を誰に渡そうかな。あ、うちの戦士だね、いるとすれば。うん、奥さんだね。装備外しましょう。あ、リングメールプラス2持ってんだ。え、プラス2はみ出てこのアーマークラス。そっか、じゃあ、あ、そっか、あの、うちの車種の方に。まさかね、呪われてないよね、このプラスに。あ、呪われてないね。あー、そっか、1しかないんだ、この人で。じゃあこの人が装備を、あー、この人6だね、エルフさんで。6だったのが、あー、7まで上がった。うん、おいだら、そうね。4、3、盲目外せます。あ、視力の回復。4、3、視力の回復4に入れて。あー、でもこれじゃダメだね。これじゃあここで戦えないわ。帰りましょう。うん。もうレベル上がると思いますんでね。これじゃ戦えないね。このマジックパワーじゃ戦えないと思いますので。いやー、さあレベル上げに行きましょう。さっきで、はい、トレーニング、レベル上がりましたね。さあ、レベルが上がったらだいぶ楽になるもんね。よいしょ。ああ、いや違う、じゃあ売りましょうか。はい、持ち物、はいはいはい。ああ、これ500ゴールドで売れんのこれ。はあ、ブレイサーズってものかな。ああ、どうしようかな。あ、っていうか、ここヘルメット売ってんの？売ってないよね、売ってないよね。ああ、パテッドアーマー買っちゃった。ああ、売ろう。はい。あ、ブレイザーズ売りましょうか。まあ、お金になったので。防具ね、シールドと、ヘルメットとか手に入んないんだね、まだね。じゃあ、ちょっと寝ましょう。で、寝て、これで行きましょうか。ヒットポイント。あ、19まで上がったんで、早くいい片手武器が欲しいですね。そっちじゃない、こっちだね。まだしばらく地下は続きそうです。外行ってもいいのかもわかんないけどね。外ね、迷ったらもうやばいので、私ね。まあ皆さんご存知の通り、私すごい方向音痴なので、つい先日もね、病院に行きまして、ね、あの、看護師かなの方が道を教えてくれたのはいいんですが、教えてくれたのにもかかわらず、私また道迷っちゃいましたもんね。アンロック6、ああ。うちのパーティーはあれだね、極端にラックがないんだね。
ょっとしてラック関係するのかな。ハンデね。ガーゴイル、おくおくおく。ガーゴイルは厄介だね。寝ないから。ああ、やっつけきれなかった。祝福入れときましょう。ああ、アーマークラスのおかげかなとか思ったんですけど、今、先頭の2人がダメージコンコンってくれたね。よし、こっからオークなんでね。もうオークは余裕のよっちゃんなので。9匹、全部で10匹いたんだね。しかも今度5か。ハンデプラス5か。あら、この人倒れるわ。参っちゃったね。あ、今度パーティープラス3か。このハンディって本当ちょっと詳細が知りたいね。どこまでこのハンディプラス何歩っていうのはどこまで影響してるのか、ちょっとそこが知りたかったりしますけどね。あのスピードだけなのかな。私なんかダメージとかにもなんか若干乗ってそうな気もするんですけどね。ねえ、正直オークに、もうオークさんぐらいにね、もう、うん、5とか6とかくらったらってなっちゃうんだよね。本当にね。あ、これで162か。この時間戦って160で辛いよね。はい、木の箱が見つかって、ロング棒。あ、ロング棒装備しましょう。ロング棒は、誰装備しようかな。よいしょ。で、ロング棒は先頭の、こっち装備させましょうか。ね。ベラムスクロールは装備できませんと。ノーム、ポルターガイスト。ああ、大丈夫だね。しかも、あれか。2回攻撃すると大したことなかったね、ポルターガイストはね。しかも、奇襲だね。よいしょ。で、土返しましょう。当たんないね、うちのパーティー。ただ正確さって必要なのかな。正確さは弓だけだったと思うんだけど。いや、そんなこと言っちゃうとね、もうあれできないもんね。ちょっと見てみよう、正確さってどんなもんなのか。12、あ、正確さって必要なのかな。10、弓だけ正確さいるって思ってたんですけどね。そうだよね。17、素早さ15。もういいね、うちの。強さ10しかないけどね。ちょっと忘れがちなんですけど、ちゃんと見て。6と。探検だーと。寝ましょう。もう、なんかったら寝ると。4161と。こっちもあったよね、一個ね。あ、ゾンビね。うん。よいしょ。よいしょ。片手系のいいの、ないかな。睡眠入れとこう。念のためね。はい、と。ね、16当たるもんね。うちの車種のね、人は。何もないか。ちょっとこっち行っちゃおうかな。さあ、
ね、うちのね、密かに魔法使い結構当ててくれるんですよね。で、今なんかいいの持ってたでしょ？いいって、そこ、まあまあちょっといいの持ってたので。時間良くなっちゃいましたね。じゃあこれ終わったら終わりにしましょうかね。まだまだこれ続くのかな。続くというのはこの歯組みがねまあまだまだこのソーピガルの町を出ることはかなわないようですね。じゃあこの辺で終わっておきましょう。88マイトの町終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。